先日行われた白熊カフェのイベント、はい、残念ながらチケットは取れなかったんですが、ライブビューイングで夜の部に参加させていただきました。おライブビューイングは初めてだったので若干不安もあったんですが、放送ギリギリの大喜利があったり、サプライズで登場のスーパーアイドルのライブで出演者が笑いすぎて壊れたり、会場中が爆笑の渦だった直後に生アフレコで一人何役もこなすというプロの凄さを目の当たりにしたり、放送が終わっているのに出演者やキャラクターたちのあのパワー、白熊カフェの凄さを改めて感じました。イベント当日は七夕、きっと会場にいた誰もが続編がありますようにと願っていたと思います。ほっこり楽しい時間をありがとうございました、というメールをいただいておりますよ。ありがとうございます。そう、7月7日プロコのバスケと同じ日にですね、はい、白熊カフェのイベントをやらせていただいておりまして、はい、ですな、あの小野くんとですね谷山紀章に関してはあのビデオコメントという形でこちらのイベントには参加してくれたんですけれども、昼の部だけでしたね。そうだね、うんうん、あの紀章がひどかったね。いきなりバスケットボールを持って登場してキャンドゥしてるって言い始めて、ちょっとこいつ何を言ってんだって場所間違えてねえかみたいな。そうね、そうね、かなりぶっこんでたというのは聞きましたね。雰囲気になったんですけれども、かなりのダンクをかましていたと、はい。まああの小野くんのあの何ですか、はい、ビデオコメントはですね、渾身のね、渾身のビデオコメントはもう予想通りダラ滑りでございました。おお、そうかね。さすが小野くんと感心した後のそのキャンドゥだったんで、よかった順番それで。みんなびっくりしたんですけれども、あの夜の部に関しましては、はい、あのそこにスーパーアイドルって書いてありましたけど、誰？マモちゃんがビデオコメントで参加してくれたんですよ。本物やん、スーパーアイドル。はい。で、ビデオコメントで参加してたんですけれども、うん、そのビデオコメントに話しかけると全部リアクション取ってくれるっていう、ね、謎のシチュエーションになりまして、もしかして。どういうことだ、どこにの、後ろにいますけどっていう。ビデオじゃねえじゃん。だったら出てこいよって話になって、まあ、シークレットゲストという形で、マモちゃん出てきてくれて、山嵐の歌をコンちゃんと二人で歌うっていう。すげえ。凄まじい盛り上がりでした。マモちゃんがめちゃくちゃしまくって。そう。笑いすぎて壊れたりって書いてますけど、どんなだったんですか、これ。あのね、僕とですね、桜井孝宏が笑いすぎて、おかしくなっちゃって、うんうん、その、なんかよくわからん盛り上がりを見せたライブの直後が、うん、あの、ドラマパートだったんですよ。で、まあ、白熊くん落ち着いてる役じゃないですか。そうですね。落ち着かなきゃいけないのに、うん、全然落ち着けず。大丈夫、大丈夫だった。で、MC が鷲崎さんがやってくれたんですよ。お、竹ちゃん。その竹ちゃんがやってくれたおかげで、うん、あの、時間をぴったり読むっていうですね。すごいですよね。だから僕らに休息の時間を与えずにどんどん先に進んで。なるほどね。ここもうちょっと休ませてくれよっていう。MC スキルが高いがゆえの。高スキルがゆえに時間通り進めてやんぜっていう。うん。素晴らしい。いやー、マモちゃんほんと面白かったですね。いやー。なんか、コンちゃんと二人してですね、リハーサルを一回やりの、で、楽屋に戻って、リハーサルが相当マモちゃんがぶっ込んでたんですよ。リハーサルの時点で？リハーサルの時点で。だって、二人で歌ってんのに、どん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 マモちゃん真ん中来るから、バランス謎の振り付けをしながら。振り付けあるんだ、あれ。で、急遽、まあ、振り付けを二人で考えて、そうです、そうです。で、コンちゃんは頑張ってついていくっていうね。その日に決めたやつを。その日に決めたやつを。でも完璧でしたよ、二人とも。うわー。非常に面白かったですけれども、ね。めっちゃ楽しそう、映像みたい。うわー。いや、相当面白かったですよ、僕らは出てて。で、杉田くんも一人何役もですね、やりまして。そっか、杉田くんか、はい、この一人何役。そうなんですよ。確かに。グリズリーバーを、カワウソに任せて、うん、そこに狼と、うん、アゴヒモペンギンが来るっていう。出た。全部一人でやらなきゃいけないっていう。本編でも大変そうでしたけど、あれ、ね、生でやるってまた。でも完璧でしたね。非常に面白いイベントでした。さすが。また、あの、白熊カフェにね、うん、あの、みんなが戻って来られるといいなと僕も強く思っております。そうですね。あの、イベント来てくださった本当、皆さんありがとうございました。うんうん、ところですね、続いてはですね、なんとこんな映像が届いております。どうぞ。皆さんこんにちは。たてがみ山嵐役の宮野真室です。おなんと僕がですね、皆さんにメッセージを届けるという大役を、いただいちゃいました。本当に恐れ多いんでございますけども、僕自身がですね、白熊カフェに、
3回かな出させていただいて、本当に幸せな思いを、いただきました。他の現場とかで先輩方に白クマ面白いよ、白クマ面白いよっていう話を聞いていて、僕も いつか行きたいなと思ってたら、なんとアイドル役でですね決まりまして、でそれで作中で歌も歌わせていただいて、本当に楽しかったです。なのでですね、七夕ということで、僕も今度機会があったら皆さんの前でなんか、おしゃべりとかできたらなと思っております。今日はありがとうございました。皆さんこの後も楽しんでってくださいね。俺やでありがとうございました。マモちゃん、はいマモちゃん、はい、あれなんでしたコメント、おかしいだろ、コメント V やんな、コメント V です、はい、コメント V ですよね、はい、皆さんこの後も楽しんでいきます。違う違う違う、はい、マモちゃん、はい、聞こえてます。マモちゃんは何回もマモちゃんでは聞こえてます今どこにいてんの。え、今ですか。今どこにいてんの。裏です。裏にいてんのかお前。はい、裏にいます。なのでこの後も皆さん楽しんでいってください。違う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 、え、今回や。え、いやいや今回や。ああ、はいはい、うん。そんな無茶苦茶なやつあれですか。何してんねん。スペシャルゲスト宮野守君です。さあ、ということでね、はい、やっておりますけども、何でしかいやね、何でしかいやね、お前小西くんと同じボケ方すんな。さあ、スペシャルゲスト山嵐役のですね、宮野くんということでございますけれども、何しに来たんや。松崎さん、はい、俺何しに来たんですかね。何しに来たんかと宮野くん言いますとですね、はい、ここに近藤くんがいるんですよ。おお、相棒、相棒相棒、カナダ、うわー、たてがみ。元気してたか、カナダ。うん、元気してた、ね、それが近藤くんもいるということは、うん、せっかくなんで、うんうんうん、いや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 できるわけない。それはないでしょうよ。いや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 、いきなり出てきて。でもみんなね、せっかく2人やからね、うん、歌聞きたいよね。いやいや、やめてくださいよ。用意してないもん、用意してないもん。急に言われても、急に言われても、ちょ、お二人ともお願いします。ダメだって。いやいやいや、お願いします。どうしますか。お願いします、うん、ぜひぜひお願いします。お願いします。白熊さん、え、なんですか。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、こんちゃんも。はい。いや、日本カナダ。はい。カーナーダ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 。いや、よし、おい、宮野君、宮野君、違う違う違う、カナダ、カナダ、カナダ。だけど、だけど、同じ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 、星狩りさんやな。大丈夫です。大丈夫です。どんだけここの下りで尺使うんだよ。長げよ。いや、俺の楽屋裏の方が長かったよ。まあ、そうか。そうだよね。そうやな。そうだよ。いや、なんで俺大喜利にいないの。本当だよ。知らんもう、いればなぁ、もう。あ、俺大喜利に必要でしょうよ。知らんやんか。ねえ。正確に言うと、ペングインのくだり。聞いてる。言いたそう、言いたそう。聞いてるよ。言いたかったら。それ、かぶせたいでしょ。かぶせたいわな。正確に言うと、カンガルー。これは必要だったな。ええー、から歌え言うとんねん。じゃあ、山嵐さんにあるスペシャルライブお願いします。みんな今日はありがとう。ありがとう。嵐コールお願いしてもいいかな。それじゃあみんな聞いてください。山嵐、ジュワイル。
機会連れてくよ君を夜のサバンナへ僕たち夜行性なのさ辛い驚いた背中の音で渡せたか起こすぜ嵐山嵐みんなも一緒に小さくたてせーの Forever. ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。かけない。おい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 。早い早い。ねえ、スペシャルライブでございましたけれども、後ろで見てる皆さんも大笑いでしたけれども。いやー。いや今年一番笑ったわ。そう、ね、うん、突然のことだったんで、いやもう全然でしたけど、いやみんな前から見てても面白かったと思うけど、後ろから見てたら相当面白かった。めちゃめちゃ面白かった。もうキレが半端ない。ここはだって普通のお客さん見られないアリーナだから。アリーナアリーナアリーナ。絶対後ろから俺のこの投球だろ。めっちゃすごい。やりすぎ、回数多いなと思って。何あの添え方。いやもう半端ない。ケツ迫ってくるもんね。ケツどんどん迫ってくるもん。いや、ケツが迫ってくるっておかしいでしょ。ちょっとやってみてよ。うん、ケツ迫ってくる、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 迫ってくる。ヒッププレデター、ヒッププレデター。すごい迫ってきた。お前もうやめて、もうやめて、もうあかん。お前一人だけ元気やからってやめろや。もうちょっとやめて。具合が悪くなる。ああ、お前すげえな本当に。かっこいい、あのかっこいい。こっちみんな、マモちゃんは電池今からだけど、俺ら昼公演終わってからの電池の残量だから、ね、盛り上がってまいりましたね。つま先、ということでございましてですね、ね、スペシャルゲストのマモちゃんを加えてのね、山荒らしてないとでございました。もう一度拍手お願いします。ではですね、宮野さんにもですね、このまま参加いただきつつですね、最後のコーナーに参りたいと思います。